どうも皆さんこんにちは、スインカメラのおたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はですね、初心者が、カメラをやめる理由について、お話をしていきたいと思います。この動画でわかることは、一つ目ですね、カメラをやめてしまう初心者が陥りやすい条件と理由、二つ目、カメラを趣味にするための解決方法、三つ目、最後に、初心者におすすめな万能カメラを三つご紹介したいと思っておりますので、これからですね、カメラを、購入する方であったりだとか、もうすでに、カメラを持っていて、まあモチベーションがね、今ない状態、そういった方のね、解決できるような方法、またはね、リソースにしていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。初心者がカメラをやめてしまう理由、その1、操作方法や使い方がわからない。これは結構あるあるだと思います。僕もたくさんの、友人であったりだとかに、カメラのね、購入を紹介して、実際に買ってきた人がいっぱいいるんですけど、操作方法がわからない、っていう方が結構多いです。これですね、理由としてはやっぱり教えてくれる、カメラ友達がいなかったりだとか、YouTube などでこう独学するのが苦手な方、こういう方が陥りやすいですね。まあ、しょうがない部分ではあると思うんですけど、こうまあ、被写体がいないとか、そういう理由ももしかしたらあるかもしれないんですけど、こういったね、ことでカメラをやめてしまう方が多かったりするんですけど、これを解決する方法を紹介しますと、Instagram だったりとか、まあ、YouTube とかでもいいです。興味や関心のある写真だったり動画を見つけて、どのように撮影するのかを、学ぶっていうことですね。こう最初からね、操作できる人っていません。僕もそうでした。まずですね、こう面倒だと思わずに、こう何もね、漠然とカメラについて学ぶのではなくて、自分の興味のある、もの、写真、動画だったりとかを真似できるようにまずはなっていくっていうのが、まずこう学んでいくための一歩だと思いますので、そこからね、入り口にしていくのがいいのかなと思います。カメラをやめてしまうその理由に、画質がスマホと変わらない。まあいろんな理由があるんですけど、多いのがですね、カメラにはセンサーサイズっていうものがあるんですね。で、そのセンサーサイズっていうのが大きければ大きいほど、こう光をね、外の光を吸収することができるので、まあボケ感であったりだとかが、綺麗に撮れます。かつ、暗い場所でも、綺麗に写真だったり動画を撮ることができるっていうメリットがあります。やっぱりね、こう値段だけを見て、とりあえず安いカメラを、買ってしまうと、こうまあ、全部じゃないですよ。もちろん全部じゃないんですけど、センサーサイズがやっぱり小さくなりがちなんですよね。で、しかも、最初の理由1でもあった、うまく撮る方法もわからない。ってなってくると、やっぱりこうね、綺麗な写真とか動画っていう撮る技術が、やっぱりこう、カメラのスペックでも難しいし、本人の技術量でもできないってなってくると、やっぱりね、こう、スマホで、撮った方が、簡単で、綺麗って考えてしまったりするんですよね。やっぱりこれ結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これのね、解決方法、まず最初にお伝えさせていただきますと、予算中心のカメラ選びではなくて、事前にコストパフォーマンスの高い製品を調べて、自分の撮影スタイルやモチベーションでカメラを選ぶ必要があります。まあ、ここは非常に難しい部分です。自分自身でもどんな写真が撮りたいのかっていうのが決まっていなかったりだとか、どんなことに興味を持つのかっていうのがまだまだね、発展の段階だと思うので、まあ、ここに関しては、自分が撮りたいものとかっていうのを一回見つめ直しておくような時間が必要なのかなと思うので、ぜひここをね、参考にしていただければと思います。カメラをやめてしまう理由、その3ですね。大きくて重いっていうことです。スマホでやっぱりね、今の時代簡単に写真だったり動画が撮れてくる時代に、わざわざね、カメラを持ち歩くのが面倒になってしまう、パターンです。やっぱりね、これは大きな課題で、大体こういうことに陥りやすい方だと、スペックやデザインを重視しがちで、様々な、
製品を比較せずに購入してしまうことで陥りやすい部分でもあります。まあ、これに関してはね、まあ、購入してしまうこの間違いっていうのは正直他のね、まあその価格中心で選んでしまうとかいろんな理由はあるとは思うんですけど、まあ、こういったね部分を解決する方法に関しては、自分自身で情報を収集した上で複数の販売員だったりとかに相談し、まあ僕に相談するのも一つの手だとは思うんですけど、様々な製品を比較していくっていうことが重要になります。よく言われるのが、こう、さっきも出てきたんですけど、センサーサイズが大きいと本体が大きくなるとか、レンズが大きくなるっていう人いるんですよ。他の動画、YouTube とかでも言ってる人が多かったりするんです。もちろん、確かにそうなりやすいです。ただし、今技術が非常にね、進化しているので、こう、フルサイズセンサーっていうね、一番こう、人気で有名なね、センサーになっていったとしても、レンズも小型化してますし、本体サイズも小型化しているので、一概にそうではないんですよ。なので、極論で考えずに、どんなものがあるのかを知った上で、こう、メリットをね、捉えていただければいいのかなというふうに思います。ここまで全部、理由をね紹介させていただいたんですけど、ここからはですね、おすすめの、カメラ、こういったね、3つの理由でこうカメラをやめてしまう方がいらっしゃるんですけど、このね、やめてしまう理由を、まあ、ギリギリねこうリスクを抑えつつ、このカメラだったらおそらく挫折しにくいっていうものを、僕の中で3つ選んだので、ぜひね、こちらも参考にしていただければと思います。一つ目はですね、キャノンの EOS RP になります。これはかなり有名なカメラではあるんですけど、手ブレ補正を搭載していないフルサイズセンサーを搭載したカメラの中で、まあ最軽量にほぼ近いような製品になっております。このカメラはですね、まあキャノンのメインのレンズのマウントっていう付ける部分があるんですけど、 RF マウントの方に、対応している製品になるので、レンズラインナップも多いですし、かつフルサイズセンサーを搭載しているのに、値段がですね、新品だとしても、12万ぐらいで購入することもできたりしますし、場合によっては中古だとしてもレンズキットが10万円ぐらいで購入できるような製品になっているので、まあ、非常に軽くて気軽に持ち歩くことができるし、かつバリアングルモニターっていう自撮りの撮影もできて 4K 映像も撮影できるっていうところなので、まあ、ここに関してはね、安価でフルサイズミラーレスを手に入れたい方にとって非常に魅力的なカメラになっています。まあ、ただし、やっぱりこう、給電しながら、長時間の撮影ができなかったりだとか、まあ、4K 動画で、まあ、スローモーションが撮りたい方、まあ、手ぶれのない動画を撮りたいっていう人にとっては、まあ、あまり向かない部分も、あったりするので、そこは皆さん注意していただければと思います。おすすめのカメラ、二つ目。富士フイルムの XS10 ですね。こちらですね、フルサイズよりも、一段階小さい APS-C センサーというものを搭載しております。ただし、スマホだったりとか、1インチセンサーって言われているものに比べれば、それなりに大きいセンサーサイズなので、まあ、フルサイズほどボケ感であったり暗所に強くはないんですけど、それなりにね、こうスマホを超えられる画質が得られる、ものになっております。で、このカメラの特徴はですね、富士フイルムが、使えるこうフィルムシミュレーションっていう、機能があるんですよ。で、この機能は色味をカメラ側が、こうエモいね、写真に調整、動画にね、調整してくれるような機能になっているので、こう写真の編集が苦手で面倒と感じる方、別に、細かく編集しなくてもいいっていう方、そこまでこだわりを持っていない人だと、かなりね、重宝する機能なんじゃないかなというふうに思います。かつこのカメラバリアングルのモニターを持っているにもかかわらず、かつ、手ブレ補正もついていて、電子手ブレ補正もついてるんですよね。この電子手ブレ補正までついているっていうのが非常に重要で、やっぱりね、動画の撮影ってブレがどうしても気になってしまうんですけど、普通の手ブレ補正と電子手ブレ補正が組み合わさることによって、ものすごくね、こう滑らかでクオリティの高い映像に仕上げることができるんですよ。なので、このカメラは、値段としても新品で、まあボディだけ買ったとしても12万とか、キットで買えばまあ15万ぐらいしちゃうかもしれないんですけど、中古でね、場合によってはレンズと本体セットで12万とかで買えることもあるので、
まあそういった部分を考えると 465g っていう軽さは非常にメリットがありますし、ほぼほぼ完璧なカメラなので、まあそんなにね、まあ大きいセンサーサイズじゃなくてもこだわりがないっていう方であれば、この XS10 は十分ね買う価値のあるカメラなんじゃないかなというふうに思います。3つ目、最後のカメラになります。このカメラはですね、ソニーの α7C というカメラですね。やはりですね、このカメラは非常に有名な、カメラになっていて、手ブレ補正をね搭載しているカメラの中で世界最小最軽量というものになっております。現在はですね、こう部品調達の関係でソニーは販売を中止している、製品にはなるんですが、中古市場ではね全然手に入れることができるカメラになっております。中古であれば、まあ、場合によっては、まあ、18万16万ぐらいで、購入できることもあったりするんですが、まあ、今までね紹介したこう2機種に比べて少しねお値段は高くなってしまいます。で、このカメラに関しては、やっぱりこう軽いっていうところがすごいメリットですし、バリアングルモニターもあって、そしてバッテリーの持ちも結構良かったりします。で、ただね、手ブレ補正はものすごい優秀っていうものではないので、まああくまでこう写真を撮る用の手ブレ補正って考えていただくといいのかなと思います。動画ではね、ちょっとね、十分とは言えないようなスペックになっているので、そこはご注意ください。ただし、ソニーに関しては、こう、レンズのね、バリエーション、サードパーティーも含めて多いので、レンズが安く買えるっていうメリットもあったりしますし、中古市場もね、結構盛んだったりするので、まあ、トータル的に、プライス、レンズも含めて、まあ、将来的な、ランニングコストっていうのがかかりにくいのかなっていう気はします。まあ、デメリットとしては、やっぱりこう、大きなファインダーがついていない、まあ、覗くところがね、ついていなかったりするので、まあ、そこが若干見えづらいっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、皆さんね、スマホ使ってる方はそんなにファインダー見ない、ことが多いと思うので、まあ、ここをね、すごく重視しなくてもいいのかなというふうに、個人的には思っております。こちらは、重さとしては 509g。まあ、非常に軽量な製品なんですよね。以上が3つ、おすすめのカメラを紹介させていただいたんですが、この3つにね、皆さん共通している点、気づいたんではないでしょうか。小さくて軽いっていうところです。やはり小さくて軽いっていうのが正義なんですよ。まあほとんどの、まあどんな製品でもそうだとは思うんですけど、まあ小さくて軽くて画質がいいっていうところ、ここはやっぱり、僕がね、この3つのカメラを選んだ理由になっております。まあどうしてもね、予算に関してはそれぞれ、あるとは思うんですけど、まあ中途半端にね、安いものを買ったりするぐらいだったら、しっかりいいものを買って、長く使って、まあ場合によってはローンを組んでもいいと思いますし、やっぱりね、こう使わなくなると、まあマジで意味がないんですよね。で、やっぱりこう、いいものを買えば市場価値も高くなるので、もし今後使わなくなったとしても、結構ね、こうリセールバリュー。まあ売るときに高く売れることができる製品なんですよね、カメラっていうのは。市場価値が高いので。まあそういうところも含めて、いいね、カメラを購入すると、後でね、後悔しにくかったりするんじゃないかなと思います。はい。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。このね、動画が、一人でも多くの、これからカメラ始めたい方、初心者の方に届くと嬉しいです。ぜひとも、そのために高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてね、皆さんのご感想であったりだとか、まあ、いろんなね、ご意見あると思いますので、コメントしていただければと思います。あくまで個人的な一意見となりますので、これがね、すべての意見として捉えずに、いろんなね、方の YouTube の動画とかを見て参考にしていくといいんじゃないかなと思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。